皆さんどうもママドルです。ということで始まりました、ごちそうライフ3、4ってやっちゃったいいねそれ ね4になったらどういう内容になるのかしらね今度。さあやっぱり料理でしょ、私は料理番組をやりたいって言って、まあ、この番組はスタートしてますからね。毎週ゲストを呼んで、うん、ゲストに作らせるっていうのはどう。作らせるもう上から作っていただくじゃない作ります私が。そう、ね、さあ突然ですけれども、緑色でサラダにも炒め物にも万能な食材といえば何が浮かびますか。ですね、ピーマンって今思い浮かんだんだけど、私はね空心菜って浮かんだ。あとねブロッコリー。ああね、さあいかがか、皆さんはどうでしょうか。緑色、キャベツでございますよ。なんかほら緑っていうよりは黄緑とか薄緑だよね、薄い色に感じるんで、うん、緑って言われてすぐキャベツとは出ませんでしたけども、はいはい、キャベツはビタミン C が多いのはご存知ですね、はい、抗酸化作用により老化や動脈硬化の予防、美肌作りにも役立つと言われております。なるほど、今日は何を作るのか楽しみだな。キャベツ料理行ってみましょう、はい、キャベツの中から赤ちゃんが生まれるんだよこの番組は皆さんに幸せのレシピを紹介するお料理番組です。ごちそうライフ3ということで、タレントでおもてなしマスターの白崎仁さんです。仁です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、参りましょう。ということで今日はキャベツを使ったお料理、はい、なんでございましょう今日はですね、はい、びっくりロールキャベツ鍋な、鍋、はい、やっぱり普通のロールキャベツ。いやもうそんなそのちまちまやんない、びっくりロールキャベツびっくりって感じの、びっくりロールキャベツ何やるんです。ちょっとどうびっくりさせてくれるのかすごい楽しみでございますけれども ね、はい、さあそして私たちは何を作りますか。今日はねちょっとね、トールさんにね僕お手伝いもしてもらおうと思うんで、うん、あ、これびっくりを一緒に、お姉さんが、はい、家帰って私お酒飲むためにこれ作るって絶対言うやつ、はい、お願いします。はぁ生イカのカルボナーラ仕立て。おー来ました。なに、めっちゃ美味しい、すっごいあっさり、めっちゃ美味しい。材料はあっさりですけどもね、あ、ほんと、でもとっても美味しい、とっても美味しい。だ今日ね多分僕の予想では、はい、作業工程そんなないんで、うん、後半多分3人で喋るだけになるんじゃないかな煮込むということを考えておりますお姉さんできちゃうし、鍋は、うん、あの煮込まなきゃいけないし、じゃあ歌の時間がやってきますね。なんかあのエピソードトークでも何でもいいね、ちょっと考えながら。そうですね、わかりました、はい、よろしくお願いします。じゃあ参りましょうか、はい、はい、Let's get cooking、行きましょう。じゃあ弟よ、はい、と一緒に頑張ってください。そうなんですよ、私はじゃあうちらはね、こっちパッとやってみよう。ぬりぬり、今日いきますよ。卵1個、牛乳大さじ3、パン粉1/2カップ、たっぷりがいいな、きっと、を入れて混ぜる、うん、大丈夫？大丈夫、はい、パッと入れて、バターはしっかりたっぷり入れた、結構煮込むってことなの。じゃあ煮込むの今日、下ごしらえが終わったら。時間は結構かかっちゃうってことですか、じゃあ煮込むのに。あの作るの簡単なんだけど、うん、ちょっと火をねしっかり入れたいんだよね、まあ、でも下ごしらえが簡単ってことは間違ったんですね。そうだよね、あとはお鍋が作ってくれるってことだ、ね、簡単なんだけどっていうね。煮込み時間がかかる、まあしょうがないねそれはね。誰かお電話よ、すいませんいいのこの番組では怒らない、この番組では怒らない。副音声ですいませんって入る料理番組があるの、うん、ね、某大御所すごい歌手の人は、うん、携帯の電源切っとけよ、鳴ったら殺す、怖い、いた人がいました。いたの、はい、もう平和に行こうよ芸能界、日本中の方がご存知の方です。俺そういうの日本中の方がご存知の方です。そういうのやだよ、めっちゃ怖かったその瞬間、怖そう。そういう人に限って自分で鳴らさない？あ、俺のが鳴ってたみたいな。おどけるんですね、そういう人。なんか落ち、なんかうちの弟いろいろ経験してるから怖い話いっぱい知ってそう。本2冊、あのしかもね余計な情報も含めて新宿2丁目文春って言われてますからね私の頭の中。なんだ
話をしてあ、まあ、そんなまずいです大丈夫、はい、次、はい、今日時間がないから OK、 はい、バターボウルに入りました。でこれをオーブントースターで焼きます。普通ですね、今日これ300にしました。ちょっとキャベツの大きさに合わせてください。はい、でですね、ちょっとこれキャベツ今日最大のポイントなんだけど、この辺にしようかな。あとご家族の量、あの数ね。そうそう、ご家族の数、数人数、そうそうそう、はい、お塩小さじ3分の1ですけど、それから焼きますね。じゃあそれぞれで焼いてる間に小さめのボウルにクリームチーズ入ります。クリームチーズ 36g、 ナツメグに黒胡椒が入りますからの、だんだん見えてきた。ちょっとこういうこと、うん、牛乳小さじ2、なんかしかも綺麗ね、お塩綺麗な穴ね、1、2、3つまみ、ね、なんかさシンプルな感じがするので、チューブのニンニクでいいんですね、うん、今日はフレッシュ。お塩加減とか意外と大変じゃありません？簡単混ぜる。次にニンニク入ります。はい、ね、混ぜる一応さあ混ぜますよ。私混ぜまして、はい、混ぜまして、はい、大丈夫、ね、なんか泡立て器で混ぜるってあるけど、ちょっとまずスプーンでクリームチーズがどれぐらい潰れるかやってみます。はい、あ、いい感じ。さあさあこれ、ね、粘りが出るまでグニグニって潰して、うん、しっかり、はい、またあるお料理番組ですさ、はい、なに、こういう素手でねやる作業ってあるじゃない、はい、お肉をね、はい、やだって、なんで私がこんなことやるのよ、爪の間に入るじゃないのよって、ビニール袋持ってきてちょうだい、ね、手袋買ってきてって騒いだ日本中が知ってる女優さんがいます、ね、怖いよ、もう凍りついた、ねえねえ、はい、ね、平和な芸能界の話じゃないあんまりない ね、 ね、怖いよ、そう、僕の前にあんまりそういうこと起きないけどね。いや怖い、本当に会議室でね事件は起こるんじゃなくて現場で起こるんですよ。怖い、現場でね。そうなのよ、現場で。だって女優とか、そうね、ここにちょっとほら爪の間とかに入ったら嫌よね。怖い、わざと言うのよ、そういう。わざとなのかな。塩入れた、はい、はい、すごいニンニクのね、はい、結構ニンニクの香りがすごいする。そうそう、クリームチーズにニンニクなんて混ぜる想像がつかないですよね。これやっちゃうんですね、白崎って。こっちを入れる、すごいね、はい、さあ今ちょっと混ぜ混ぜしてますよ、はい、ボウル A に結構混ざりました。混ぜて A と B、はい、合わせてください。そしてさらに、うん、もうめちゃめちゃ混ぜ合わせ、わ、なんか湧いてた、めっちゃ湧いてる、めっちゃ湧いてんじゃん、ビューティフォー、ビューティフォー、めっちゃ湧いとるやん。クリームチーズこんな感じでいいですか？最これぐらいのなんか、うん、最高最高、OK、最高、OK、でこれね、それでね、お姉さんの料理すごい ポイントがね、はい、もうすごい繊細な料理であまり物が入らないんで、そうね、あの塩加減だけ気をつけてください。はい、あ、お塩はね今のところ3つまみで、トーストはもうこんないい感じにほら出来上がり、見て見て、あ、もう十分十分、もう完璧、ほら完璧完璧、いい感じ。じゃあ徹さん、それあのこれできる、空気抜ける、なんとパンパンって、うん、ハンバーグみたいに、うん、これがソースになるんだ。全部、あ、全部で、全部、まとめてさよっ。で、ここになんとこれがイカそうめんが入っちゃうんだって、皆さん、そうでしょ、びっくり、想像がつかない怖い、ちょっと不安で、混ぜます。そういうことかな、イカそうめんに、ね、やって、そういうことじゃないよ、かして、そしてすごーい、ハンバーグ屋さんのやり方だ、お酒作ってるみたいな。こんな何気に回してるんですよ、これ。こ、楽器もできるでしょ、あのポンゴとか。なやったことないやったことないよ、そういうことない、できるよ絶対。いきます、いきます、空気抜けてるし、お姉さん、はい、大胆、びっくり、これがびっくり、うん、ロールキャベツ、本当だ、めっちゃ今ので一気に空気抜けてる。鍋っていうから重ねるじゃない、ひき肉とかベーコンとかドカーンといっちゃうわけ。あ、これはおかわり大多数って分かる。すごい、しかも煮込まなきゃいけないっていうのも分かるよね、このそうめんもびっくり。クリームチーズに合わせます、普通、はい、ニンニクとそうめん、先ほどのキャベツあります、びっくり、蓋しちゃいます。かわいい、かわいいね。器に盛り付けてから上から黒胡椒をかけてフランスパンを添えて完成で、さっきの空気抜き、なんかもう一回、しゅうさん、これどうしよう、どれに盛り付けたらいい、プレビューしてみたいわ、それ、はい、じゃあローリエとね、これ入れますよ、コンソメ、ローリエ、お湯にローリエ、
コンソメちょっと量見ながらいきますね。ちょっと味見しときます。味見、よし、入れます、入れます。入れます、入れます。塩3つまみにしたんだけど、はい、私はいいと思う、割と薄味派なんですけど、はい、いいかな。それで無駄が出るといけないので、この切ったお野菜を全部入れていきます。うわー、そうでしょ。なんかすごいクリームチーズ、ビストロのまかない料理のようにも見える、ね、なんか美味しそう。大胆だね、本当に、うん、そう、今日大胆なの。男の料理だね、いい感じだね。この引き抜きはすごいな。そうそう、しっかり、はい、こういう状態です。これで火をガンガン入れていきます。 OK OK。 これで味付けはもうね、シンプル、コンソメとお塩で以上で、およそ18分ぐらい、18分ぐらい焼きたいね。さあ、ここからね、さあ編集する人たちが困る時間が、切なトークが始まると、うん、やりきれない時間が、使っていいのか使っていい、胡椒は面白みのない会話のオンパレードがこれから始まりますよ。でも決めたいよね、いい話ね。そうね、うわ、すごい出た、うもの、やめてやめてっちゃった。お姉さん結構大胆に言っちゃったな。違う、私大好きなのチーズと胡椒は。出た、私大好きだ。私ありき、私大好き、胡椒、私ありき、あの繊細な茹でたてのパスタ、言ったよね、俺繊細だから今日は塩かけて、今日塩かけて、塩じゃない、塩じゃない、胡椒、ほぼ胡椒、大丈夫、絶対大丈夫。初めて台本を見る女が大丈夫って言ってすごいね。絶対大丈夫。昨日の夜もシャンパンとね、茹でたてのパスタにチーズと胡椒だけでもうめっちゃ美味しいの。あ、そう、それをホテルでいただいたの。胡椒すげえかけた。大丈夫だって。初めてでしょ、ここ数年で。やめてっつって。いや、初、初でしょ、やめてっつっちゃったもん。なんか自分のこうね、情熱を注いで作ったレシピ、マナ娘が先週怪我されるかのような、先週寝ないでやってたよね。ほら、どう、盛り付けもバッチリ完璧、ほら、はい、もう出来上がり。ほら、どうですか、美味しそうなんだけど、ほら、どうですか。キャベツ2センチぐらいちょっと頭出てから、お湯足しとこうかな。あとはもう本当に煮込むだけでいいの。煮込むだけ。この時間にする話って何？そうね、午前中、お昼前、エッチな話。違う違う、そういう、じゃあ、だからさ、料理の話とかもうじゃ意外にしてないんだよね、食のね。いつもね、オープニングでは知識的な話をしてるんですよ。知ってますよ、僕も。見てるから、ちゃんと登録もいただいてますし。一応は、だからしてるのよ、はい、3人揃った時にしてないんだよね。そうなの。なんかさ、普通3人揃うとさ、4の力とか5の力とか、文殊の知恵、そう、出そうじゃん。なんだろう、マイナス引き算になるよね。そうね。しかもなんかキッチンに女は3人いらないみたいなね、一人でやった方が全部早いみたいなね。そんなことないです、そんなことないんだけどさ、来たね、生きてる、生きてる。これでも中火にしてこれでほっとけばいいから。そうそう。こんな感じなんですよ、今日は。なんか今日はじゃあ城崎さんが一番デートで、デート、うん、うん、で振る舞った女性へのお料理、お料理、だから外食でもいいし、自分でこしらえたのでもいいし、ダラララララーみたいな、この喜びが ね、そういうのでいい話ある。はい、あのね、その女性とお付き合いするだいぶ前、はい、何年か前に出会ったばっかりの頃に、うん、その子が絶対行きたいって言ってる予約が取れない憧れのお店があったの、はい、でもその時ってお互い全然付き合うとも思ってないし、ただの友達関係だと。でも俺それなぜか覚えてた、そのお店の名前、うん、それで付き合って何でもない平日にちょっとタクシー乗ってパーンって行ったら、その目の前で泣いた、号泣した。その数、もう 2,3 年前の話を覚えてたから、なんでって、あの時私たち付き合ってないじゃないって。だからそういうことなんだなっていう。いやー、もうちょいいいリアクションしていいよ。そういうことじゃないのね。やっちゃったってよ、バカじゃないの。ね、ただでさえ使えるところを作りましょうのコーナーだから、使えないことは言わないで。あ、そうか、もう本当にね、いけません。なんかね、城崎さんってね、ちょっと謎大きい。何、私とスタッフさんの道中での会話。何、城崎さんクラスになると女性と交際とか恋愛するのかしらね。とするでしょ、普通の男だもんよ。いや、もうなんか、カミングアウトはないと思うよ。いや違う、もうこれぐらいのレベルになると
相手の女性が近寄りがたくなっちゃって、まあ、お姉さん百戦錬磨だもんね、怖いの何もない。逆にほら二人はどっちかっていうと受け身なわけよ。俺は男で肉食系だから、そう振る舞いたいとかエスコートしたい、うん、あでしょ。じゃあ二人はどうなんだ。じゃあお姉さんから。何もう忘れちゃった、キュンキュンして、あら、まあ、こんなことされて感動して、25年前思い出して一番女だったって、そういう25、6年前今でも、今でも、うん、いやだから最近今でも、うん、いやいや今でもさ、うん、お姉さんさ早めに清水の方来て、餃子とビールが女の幸せじゃないよ。やばいやばい。それは違うと思う。駅前のあそこね、違うか。でもこっちもね、なんかそうこう見えて私もする方、切符がいい方だよね、したい方。それはあるのかもしれない、ね、やっちゃおう、ね、やってあげちゃう方かもしれないね、うんうん、じゃあやってあげて相手が感動したものが好きなんだ。そうね、喜んでくれるかもね、うんうんうん、で自分でやってあげる方が自分が行きたいとこ行けるし、自分が食べたいもの食べれるし、自分主軸で動けるから、ね、なんかそういうことなのかな。自分が行きたいとこ、じゃあついてくるタイプかもね、そういうのかも、まあ、ってことだよね。なんか昔からそうじゃない、見ててどう、うんうん、人がこう何だろう、その振る舞ってくれてる人も楽しそうだと余計楽しいもんね、うん、まさしくホストなんてそんな仕事だからね。あそうね、やってあげてる感が出た瞬間なんか寒いんだよね。ああやってあげてる感を出してくれるよね。だけど一番に立ててあげなきゃいけないし、うん、だけどあこの人素で私と楽しんでるっていうのをいかになっちゃう。俺何の話してんの。もうちょっと頑張れ、もうちょっと、俺もうちょっとね、もうちょっと昼もうちょっと料理番組で何論を唱えてんの俺これは。いや去年の12月2日からね、12月の27日まで、年末にね、あ復帰したんですよ。1ヶ月、ね、いやおよそ1ヶ月 ね、うんね、ブイブイだけ素晴らしい数字を ね残したんですよ。いやいやいや、若い子たちプレイヤーをね差し置いて ねいやどんどん数字上げるっていう、うん、やった。夜の話になった、どんどん。いやでももうそれ以上あのダメ、使えない方には持っていかないよ。もちろんです。本当ね、人として。いやいや、ちょっと様子見ますわね。恋愛感をこんだけね、本当にね語ってありがとうございます。ほんと白崎さん、いい感じ、浮いてる浮いてる、うん、入ってきてるね。なんか本当に丸ごと入ってる感じ。なんかグリーンがね鮮やかになってっす。だから緑色の野菜って何を思い浮かべますかってクエスチョンが最初のオープニング ね当たってはいるね、うん、だって緑でもしっかりね、うん、ねなんで味って一発で決められるんだろうね。いいね、早く食べたいね。いやもうこれで待つだけだ。やることない、まだもうちょっとやることない。あと5分間のお 話。じゃあ早朝の話にする。早朝夜ではないけど。今でもさ、男の子が肉食じゃないじゃん、ね、そう言われてるもんね。女の人の方が酒も飲むし、うん、食べるし自立してるし、うん、そうだって20代の男の子とかって女の人と付き合いたくないんだってよ。お金聞いた。お金かかるから全部自分に使いたいんだって、時間とお金を。大丈夫かみんな。結婚が視野に入ってないんだよね。そうそうそう、ちょうどほら私はもう50過ぎてるから、ちょうどお子さんたちが20代超えてるわけで、もう早い人だったら30代のになるお子さんとかいるんだけど、結婚のけの字もないってね、このなんかこう女子会、私たちの女子部の会話で出てきますね。やっぱりうちの息子が心配、ね、そういう話されるとちょっとね、うん、ちょっと不利だよね、うんうん、いやあんたじゃいいのよ別に、もうまだまだなんて顔が一緒に差別じゃないか、何もうってね、何よ、別の部類。結婚するの。いやするのってなんかしたいよね。結婚するの。私はします。安心して、老後は友よ、なんやかんやって。老後は友。なんか全部悲しい方に行くね話が。なんだか上がんない話が。でも白崎さんはやっぱり男子として、男子はさ25歳年下の女性と結婚してる。そうなんですね、あ、まあ、そういうのがあるからね、うん、ただやっぱり早く孫を見たいとか、うん、そういう願いがあるわけよ、ね、私たち年代のこう女性も男性もだけど、そこよ、そこ、そこだね。そこですよ、ね、親孝行してないね。うん、親御さんがね、孫の顔を見せろっていうのが親孝行だと思っていう人じゃなければ、うん、あんまりそういうプレッシャーってないんだけどね、うんうん、あるな、なんかあるあるある。うっそ、私ない、よかった。
ないでしょうね。お前だけで精一杯みたいなね、そういう育てられ方をしたので助かったわ。これさ、俺こうやって俯瞰で見るじゃん、俯瞰で見るじゃん。なんかカメラ向けてもらってんの申し訳ないと思って、ね、何を撮らせてるんだろうと。本当に、ね、多分、まあ、面白くないからカットカットね。カットカットでね。カットだと思うけど。過去のダイジェスト編にしようか。今回、ね、こんなシーンがありましたみたいな。差し込んで。これね、これちょっと、ね、難しいのはさ、このお料理さ、火が通ってるかどうかがさ、結構感覚じゃないと分かんないのよ。そこだけかな。でももういいんじゃない？もうね、10分以上煮込んでるから絶対大丈夫だと思うよ。そうさっき11分だったよね、なんか言った時、うん、違うんだって。これちゃんと僕一回家で作ってるから、うん、僕がね、分数入りづらい知ってんだよ。二人はもう勝手にできた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 、少しでも巻いて、少しでも六本木、少しでも帰りたいでしょ。六本木ダメなんだよ、ほんと。俺はちゃんとね、美味しい料理を振る舞いたいなんだから。そうよね、六本木どう。まあまあまあ、もうちょい煮たいけど。もうちょい煮る、うん、じゃあ、あと2分、うん、あと2分煮たらちょうど25分だから、そこまで煮て完成にしようかな。もう強火にしちゃえ。ちょっとだからそういうことじゃないんだって。ちゃんといい塩梅です。あの、わかります？スープの量減ると濃くなるんで。この番組ってすごい。中火って僕さ言って、中火って言ってんだからさ。わあ、上手にできた。乾いてんじゃない。早く食べたいな。もう食べてみない、今行きましょう、完成しましょう。完成です。 OK OK OK、うん、できた。ストップ。もうこれ OK。 OK OK。 あとは試食、試食、あとはもう試食だそうです。こちらのごちそうの完成よ。はい、ということで今日はですね、白崎さんと弟がびっくりロールキャベツ鍋を作りました。さあ、そして私は生イカのカルボナーラ仕立てを作らさせていただきました。早速じゃあいただきます。まずこっちから気になるよね。ちょっと白崎さん、ちょっと早い、火の通りを早くしちゃったから。まあ、いってみますか。大丈夫でありますように。いかがか。あ、怖い。煮たのは10。ほら、大丈夫。いけてたよかった。ほらね、大丈夫。パーフェクト。パーフェクト。いけてました。おいしそう。まあ、綺麗。今、ジュワって出たね、あの肉汁といい油が。すごい。ごちそうだ。ボリュームが。ほら、ごちそうだ。食べてみてください。まあ、綺麗です。ことケーキみたい。クレープみたい。ねえ。かなりミルクレープ。食べ応えのある。ちょっとね、肉肉しいロールキャベツですね。いかがか。うん、ニンニクが効いてバッチリ美味しい。よし、よかった。めちゃくちゃ美味しい。ロールキャベツだ。ロールキャベツなんですよね。キャベツも美味しい。柔らか。ちょっとあのロールキャベツだとなんかご飯のおかずなんだけど、これだからメインディッシュっていうね。この出方するとね、ほんと、もう口に入れた瞬間にお肉のいい ね、あとロールキャベツってほら、かんぴょうとかさ、あれで巻いたりする。巻いたり、ちょっと時間と手間がかかるじゃない、ね、これだとそう、で、お肉ね、やっぱね、まとめてしっかり空気抜いて粘り出してやっといた方が、こうなんていうのかな、肉、お肉をしっかり食べてる感じ、ぎゅうぎゅうですね、あの、お肉の旨味が、お肉の旨味が出づらいというか。さあ、はい、これですよ、あとぜひぜひ。イカにね、このクリームチーズを和えるなんて考え、どっから出てくるんですか。美味しいですか。そして絶対美味しいってもう、はい、白崎さん言ってましたね。絶対美味しいですから。イカそうめんがカルボナーラ風、多分イカだもんね。イカ、イカがっかり、イカがついてくる。おいしい。きた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 。うん、おつまみにバッチリ。本当においしい。イカそうめんってわさび醤油で食べるもんじゃないね。うろこ目から。ただあの噛み切れないから乗せ方も考えた方がいいかもしれない。あの、うん、ちょっときれいにしてる女子はあれだから。でもおいしいよ、ほんと。うん、うまい、うまい。もうね、濃厚。
ごちそうライフ3、次回もお楽しみに。